群馬栃木からの好アクセス、徒歩5分以内で使える無料の駐車場、空港内は一目で見渡せるため迷うことがありません。シニアにも使いやすい茨城空港。では実際に駐車場から空港の建物までの距離はどのくらいなのか、映像にてお送りいたしたいと思います。まあ、その間に茨城空港周辺の情報も合わせてこちらでご案内しましょう。茨城空港自体は茨城県の南の方にあるんですね。南関東からも近い。こちら現在映っておりますのは茨城空港の2階に設置してありますパネル。高速道路を使った場合の空港へのアクセスが一目でわかる。高速道路でいうと北関東自動車道、各都市からの車での所要時間、前橋からは約115分、宇都宮からは約65分、東京からは85分、柏からは約60分と2時間圏内で茨城空港へアクセスできると。こちら正面玄関から左に見て、まあおよそ30メーターぐらいでしょうかね、タクシー乗り場がある。もう出てすぐ、出てすぐの場所にタクシーがある。変わりまして右手の方、こちら何があるかと言いますと、カエルのオブジェやキノコのオブジェなどが飾ってありますね。でその先に喫煙所、禁煙対策などが各施設で施されておりますが、ここはすぐに飛行機から降りてすぐにタバコが吸えるという。その横はですね、茨城空港には3つ出口があります。そのうちの1つ。さて正面玄関に到着しました。お時間は1分53秒、近いですね。で入ってすぐ茨城空港内の案内が記されています。一番気になるのがこのインフォメーション。迷った時、よく分かんない時、どうしたらいいのか分かんない、そういう時やはりインフォメーション必要ですね。その奥には荷物などそういったものがある場合の宅急便、茨城空港に遊びに来た場合のレンタカー、ここで手続きができる。警察もその隣にあります。おっと、忘れちゃいけないですね、こちら大事な自動販売機。やはり水分補給は大事なので、こちらも押さえておきましょう。で正面戻りまして、続いて右手、搭乗手続き見えますね。でそちら奥の方の JTB さんで、その奥はお手洗い、こちらも大事ですね。はい、正面戻ります。エスカレーター中央の横にエレベーター、こういった気配りも嬉しい。目の見える範囲、2階ってみましょう。上がって左手には食堂があります。もうパパパッと食べれるような。席の間隔は比較的ゆったりしてますね。席数も多い。で先ほどのエレベーター、ここにつながっております。こちら携帯の時代とは言いますけれど、やはり公衆電話欠かせませんね。登ってから右手にあります、公衆電話。茨城空港にはなんとマッサージチェアまであるんです。搭乗手続きなど早めにしてしまった場合、お迎えがちょっと時間かかってしまう、そんな時にこのマッサージチェア。確かに飛行機は疲れますからね。3台あるんでゆっくり使えるんじゃないでしょうか。こちらは2階から見た1階のフロア、こちらも一目で見れちゃう。さあ続いて送迎のデッキに行ってみましょう。どんな感じなんでしょうか。空港らしく広々としたスペース。こちらの空港は自衛隊と一緒に使ってるんですね。ですんで一般の飛行機以外にも
自衛隊の飛行機も飛んでいると。この日もお子さん連れの家族がいました。おや、こんなとこに曇りガラスは何でしょう。はい、森田です。なんとこのガラスがありますが、横から見ると曇ってますね。なんですけど縦から見ると、見てください、透けてます。特殊なガラスが使われているということで、これはまず珍しいですね。ちなみに自衛隊の基地は撮影禁止ということで、それの防止のためにこういうガラスが設置されているということです。はい、今日ちょっと茨城空港、いろいろ見て、回りましたけども、なんといってもエコな空港ではないでしょうか。非常に飛行機にも搭乗手続きをする、そして荷物を預ける、そして搭乗手続きも一連の流れですね、もう飛行機に乗りやすい、すっごく分かりやすい動線ですね。なのでシニア層、やっぱ主婦層向けの非常にいい空港ではないでしょうか。はい、というわけでエコな空港、茨城空港からお送りしました。コンパクトでエコな空港、茨城空港、いかがだったでしょうか。